今ねどこにいるかというとね、ブラジルのサンパウロにいます。サンパウロのリベルダーレの、日本町にいて、まあ、ここのところの写真ね、1970年代にできたということで割と新しめの地下鉄です。が日曜日か、サバロが土曜日なんで、なんかちょっとスペイン語に似てますね。そう、セックスっていうのが多分金曜日だと思うんだけどね、その時間が書いてます。4時40分から朝4時40分、12時28分で、サバロが4時40分から1時までということで、まあ、こんな感じで出ます。多くの人々を利用しますけどね。ラッシュアワーの時間になると1200万人としては結構混む感じなんだけどね。まあ、なんか日系人の出勤ってますね。ここの申し訳ないけど、1回券4レアルね。なんか、ガイドブックどんどん値上がりしてるんだけどね、昔に比べたら。4レアルということで大体いくらだ、120円とかそので、その後改札に入る感じで、朝夕のラッシュや結構混んでます。まあ、1200万人の都市なので、大きな都市ということで、まあ、かなり混むんだけどね。ちょっと今から乗り込みます。1970年代にできたということで、まあ、こんな感じでね、割と新しいよね。世界各地の地下鉄乗ってきた自分ですけどね、サンパウロの地下鉄って1970年代にできたということで割と新しく思いますので、その中で、数多くの、人が利用しているということで、朝夕、ね、ラッシュ時には結構しております。今は、まあ、昼2時ぐらいなんで、2時まだ行かないぐらいかな。結構人は少ないですけどね、こんな感じです。でハパオということで、これ日本ということなんですけど、やっぱり日系の人がすごく多いです。日本人の顔人たち、ね、顔の人たちが結構いっぱいいます。でこういう形で今そちらが来ましたけど、反対側も、来ますから今待ってるところですよね。こんな感じです。すごいね。で来ましたね。結構交互に来ますね。向こうが来てその後すぐ大体来る感じですけど、今から終わりと思います。この時間だけ空いてますけどね、なかなか新しいね。まあ今この時間でも一応座れないな。ちょっと今中に入ります。人が多いな。さあこんな感じでね、ちょっと今入ってきますけど、すごいね、出る人優先で、こんな感じで人がかなり多いです。すごいね、割と綺麗だね。で路線図が書いてあるんですけど、こんな感じでございます。赤、青、1、2、3ということでね。この世界各地の地下鉄を通ってきてますね。サンパウロの地下鉄です。そんなに危険じゃないな、地下鉄はね。サンパウロ地区によってちょっと危ないとかあるんで、それ十分気をつけていただきたいんだけど、仕方としてはそんなに危なくないかなって感じします。はい、で今ね、パライソというところを到着しました。これから乗り換えていくんで、このエスカレーターの上に行って、他の路線に行こうと思ってますけど、ね、割と新しいですね。なんか落書きもっと多いかと思ったけど、ここは全然ね、サンパウロの地下鉄はそんなにそういう新しくはないですね。街中結構
なんですけどね、結構新しいですね、車両はね。辛い車で乗り換えです。今座ってるところがこういうプラスチック製で、日本だとちょっとあんま考えられないけど、海外だとプラスチック製が多いです。今はこういう感じですけど、なかなかすごいですね。で、まあこういう感じで。でここが一応その身体障害者の方、高齢者の方、妊婦の方用ということ、まあ、世界共通ですね。発展途上の中でも発展途上の後発の後進国に関してはね、そういったなかったです。世界の多くの国でこれがあります。Acesse a linha 4 amarela e a CPTM. Acesse a linha 4 yellow em train service. Desembarque pelo lado direito.